本当にオビトなのか。生きていたならなぜ今まで。俺が生きていたかどうかなんてのはどうでもいいことだ。しかしそうだな、なぜかとあえて問うなら、お前がリンを見殺しにしたからだろうな。俺はこっちは楽しそうだな、オビト。やつは内葉マダラだ。随分と遅かったな。久方ぶりの運動だったのでな、鳴らすまで少々時間がかかった。ま、それも終わったがな。てめえはばあちゃんたちと戦っていたはずだ。それなのに、なんで聞こえなかったのか。それも終わったと言っただろう。まさかてめえ。そいつは返す。あんたのものだ。死んでた奴が引っかき回す。九尾と八尾は俺が取る。お前は他の二人を相手しろ。幸せにする唯一の方法。バサマ、これは二重惑星螺旋手裏剣。貴様一人の犠牲で済むのなら悪い話ではないはずだ。お前は英雄なんだ。うるせえ、お前の口車には乗らねえ。なるほど、今のお前は五ヶ月すら超える力を持っているようだな。ゾンビ相手に手加減はしねえ。二重惑星螺旋手裏剣。俺は負けねえ。絶対にみんなを守りきってやる。やはりただの人中力ではないか。カカシ、動きが鈍いぞ。なぜだ、なぜマダラのような奴と。もう口を閉じたらどうだ。口先だけのクズは。リンが関係しているのか。俺はお前との約束を守れなかった。そう、俺はクズだ。だがお前は木の葉の英雄だ。お前までそうなる必要はないだろう。これが現実だ。託した側も託された側も、この世界で生きながらえた忍びは皆クズになる。俺たちがいい例だ、カカシ。この世界のクズを生む輪からは皆逃れることはできない。だから俺はこの世界を作り変える。おめえら、ナルト影分身か。おめえらムカつきすぎて文句が思いつかねえ。だから代わりに俺のことを一つ教えとく。俺はクズじゃねえ。
この先クズにもならねえ。俺はさせねえ。俺の仲間は絶対殺させやしねえ。俺の仲間は絶対に殺させやしないよ。すまん、ナルト。オビトの言葉をお前に教えた俺が、また。ブレるところだった。オビト、かつてのお前の意志は、今でも俺の隣にいる。今の俺にできることは今のナルトを守ることだ。行くぞガイ、ナルト。俺たちでオビトを倒す。先のために。オス、オウ。随分なことだ。オビト、お前が人にとっての害になるのなら、俺たちはそれを排除するべきだ。やってみろ。ナルト、向こうの方は大丈夫なのか。マダラは強い。でもなんとかBのおっちゃんと二人で止める。なら、さっさとオビトを倒して向こうの火星に行かせる。カムイ。随分とシャリンガンを使いこなせるようになったな、カカシ。カムイ。ナイキ。ただ、所詮借り物の命、熱気が剥がれるのも時間の問題だ。分かっているぞ。この時、ひとときだけでもオビトを止めれば、それが10秒止める。よし、このまま追い詰める。ああ、あれは復活する前にチリジリに吹き飛ばす。おう、撃て。よっしゃ、終わったのか。ああ、終わったよ、この世界がな。うわ、なんだ、あれは。もしかして。ああ、あれが10秒。